おはようございます。今日はこちらの谷という字を書いていきたいと思います。ちょうどね、外が綺麗な、見えますか？朝日が昇ってきて、ちょうど月がね、目の前に来てます。稽古場からですけどね。今日こちら少し拡大しますね。このぐらいにして、左手でちょっと支えてるのでブレるかもしれないんですけど、まずこれが楷書です。楷書で書くときはだいたいここですね、こことここが揃うような感じで持ってくるといいです。で、あとポイント、谷という字のポイントは、ここしっかりと左側に、ね、こちらをね、貼るようにしましょう。これが間違ってもこうになってしまわないことね。これ下に行ってしまうとこの字はかっこ悪いので、そこだけしっかりするととてもかっこいいです。これで、少し崩した感じになると、これですね、あの傾斜がすごくできてると思います。こういう風にね、ここのあのラインを揃えないようにするっていうか、こちらをかなり縦めな感じでこうスーッと下に下ろしてくるんですよ。でこう縦にしといて、こちらギュッて貼るような感じで、長さ揃えようなんて思わずに、ここはこう斜めのラインを強調しましょうね。でそしてこちらをこう口をこう描いた時に、最後こうやって下ろしてあげることで、あの右下引っ張ってもらえるから、あの前に倒れるような感じにはなりませんね。あの全部上がりっぱなしだと、あのどうしても全部がこう傾いてしまうんですけど、この子はしっかり引っ張ってくれますので、そこだけ注意して下にこう持ってくるようにしましょう。でこれ行書体です。ちょっと崩した感じ、大人の方はねこのぐらいがあの書けるといいかなと思います。それからこちら草書ですね。こちらの場合はちょっともう原型がとどまってないぐらいな感じではありますけど、ここは一緒です。ギュッと貼るような感じで、ただの点々っていうのとはちょっと違いますよね。ギュッと貼っといて、それを受けてここグッとね、あのちゃんとここを受けてください。そこからこう斜めにギュッと下に降りていきます。ここ強く下に降りてくるラインで、こう少し上がりますね。でその時もこれやっぱ平行じゃないんですよ。ここの面、あのこのラインとね、このラインとね、これが平行にならないようにギュッとギュッと持ってきて、それからここですね、ここの点々っていう、これはあの口を表してます。口っていうのはあの こういう風に書かれたりするので、そこですね、これ口です。で、あのこの動きはすごくよくあるので、あのこっからこう来てこんな感じですね。柔らかくというか、まあ、ただこうビッてこうね、なんていうんですか、固くこういう風に跳ねてる感じではないのがわかると思うんですよね。よく見るとこういう風にどんな動きをしているのかって、ちょっと優しい感じ、ね、こういう動きすごくたくさん出てくるので、崩す場合にこれができるようになるといいです。では片手でやるのすごく難しいんですけど、ちょっとやってみようと思います。筆ですけど、こちら今日はペンテルなんですけど、普通の一般的な筆ペンとちょっと違って、長さがね短いですよね。これあの持ち運びにすごく便利なんですけど、そんなに高くなく、これ1000円ぐらいだったと思うんですよ。ちゃんとカートリッジがついてて、はい、使いやすいですよ。ちょっと大丈夫かな、ごめんなさいね。こちら側、はい、はい、まずはじゃあこちらに書いてみますね。単に楷書体、こう切っといてギュッと貼ります。でスーッと下ろして、こちらもスーッと来てこうですね。あ、左で持って疲れるんですけど、かけたかけた。それからここですね、行書書く場合、グッと来てグッと来てスッと下ろしといて、まあ、跳ね上がるぐらいな感じでいいですよ。これギューッと来てこうでスッとでこうですね。はい、草書体、トン、グッと来て
こんな感じですか。で、そうですね、この相乗で気をつけてほしいところもう1点、結構ここ斜めのラインがこうに出る感じですね。同じ位置で下に真下にこう持ってこないような感じの方がいいんじゃないでしょうかね。はい、ちょっとお見苦しい点が多々ありましたね、すいません。はい、それでは皆さんやってみてください。